ございます。先週記者会見を50日ぶりぐらいでしたか、披露させていただきました。あれから1週間経っております。今申し上げましたように特段に申し上げる発表事項というのがありませんので、ちょうどご質問をいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあすみません、幹事社の有機朝日放送です。はい、まずですね、今日で普天間返還行為から17年ということなんですが、それについて委員の、お考えをお聞かせください。お願いします。何でしたっけ、17年の普天間返還合意から。普天間の返還合意から、はいはい。まあ今のご質問はその17年経ってるけどどういう考えですかというようなご趣旨ですか。まあ普天間の移設についてはもう17年になりますか。危険性の除去ということで、何代にもわたって総理大臣が変わり、内閣が変わり、政党も変わって17年経ってきました。そういうことで、私の前の稲峰さんの時代、そして私は6年強前に知事に就任をし、なるべく早くこの普天間の移設、普天間の早期返還というのについて、しっかりと取り組んでいきたいと思っておりました。まあ何と言いますかね、これを今でも1日も早い普天間飛行場の閉鎖返還というのをなんとか実現したいという気持ちでおりますが、無論これ仕事としては 120% お国の仕事でありますが、いろんな理由があってここまで伸びてきたとしか申し上げるしかないと思っているんですが、しかしそれでも普天間の基地はあのままですから、我々はネバーギブアップで早く、もう可能な限り早く普天間の危険性の除去移設、そして私や、辺野古はあまり長く経ちすぎていろんな意味で反対の人も多くなった。そしてある時期から41市町村長さん、沖縄中のですね市町村長さんも反対だというようなことになったり、その流れは変わっていません。私も考え方として辺野古についてはもう時間がこれまでも経ち過ぎたし、これからもかなり経つ必要だろうから、沖縄県以外の地域ですでに滑走路がある工場というので余裕のあるところっていうのはそれなりにありますから、そういうところを頭に置いて行政府は取り組まないと時間だけが経過しますよという、念は今でも持っております。なんかこんな感じでございます。いいですか。テーマの関連でお伺いします。沖縄タイムズ。沖縄タイムズと KB の世論調査がありましてですね。普天間移設に、辺野古移設に反対というのが 75%。これは去年よりも 8% から 9%、1年余りの間で、1年足らずの間で上がっていると。あとはその埋め立て申請について、知事が拒否すべきというのがそれを上回る 77% 余り、これの受け止めとですね、もう一つその米軍基地に対する県民の考え方がこれまで縮小というのが多数だったんですが、今回かなり久しぶりに全面撤去が一番多く、5割近くに達しているというこの米軍基地への感情の潮流がもしかしたら変わってきているのではないかというふうに考えられるんですが、その点ですね、その感想と今後の取り組みを聞かせていただければと思います。
まだ本社の記事、タイムスさんですとか、記事で、は正確に読んでませんので、お答えするにはちょっと十分な、これは世論調査ですよね、についてコメントできる、あれを持っておりませんが、まあ、一般論としての感じでいけば、75% の人でしたっけが、県民が、辺野古移設には反対であると、こういう今お話でした、はい、そういうことだとすれば、まあ、それは時々でこの変化はありますが、おっしゃったようにこの、短い期間で 8% から 9% むしろ反対の方が多くなっているというご指摘で、まあ、これは辺野古移設については県内17年もかかってますから、多くの人がその難しさとこれまでの歴史をそれなりによく知っておりますから、その時々いろんなお考えがあるだろうと思います。反対というか、いかがなものかと考えている人が過半を超えているというのは容易に想像はできますが、75という数字については私はコメントできるほど中身を分析させていただいておりませんので差し控えたいと思います。そして埋め立て申請についてはの今お話がありましたが、これはまあこういう水面埋め立て法に基づく手続きに従って出されてきたものはきちっとその内容をチェックして判断するということはもう理論当然ですから、それはきちっと必要な時間をかけて、対応していきたいと考えております。今の段階で、承認するしないというのを前もって、頭の中に置いてやるわけにはいかなかろうとは考えております。ですからきちっとやっぱり、精査するというかチェックをして結論を出したいと考えております。最後にこの全面撤去という流れが出てきてるんですか、米軍基地について。そうですね、そう答えた人が、これはまあいろんな解釈があろうかと思いますが、私は前から知事に就任した時から申し上げてますよね、大軍のというか米軍基地はまだ必要だろうとは思っております。ただ過剰にですね沖縄に集中しているという点が私は極めておかしい。でこれが米軍基地に対する見方、それ県民の考え方の安定性というか、何かそういうものにもこの過剰だというところがですね、不安定さを与えていると思っております。私は全面撤去という考えは全く持っておりませんので、ちょっとここら辺はいろんな方のいろんなやっぱり考え方が沖縄にはあるんだという、だと思って全面へ向かっているというあたりはもう少しよく読ませてください。どういう理由でそうなっているのか、ね、以上でございます。いいですか、はい、琉球新報の南と言います、と言います。4月28日の、まあ、政府主催の、試験開発の日の式典に、まあ、知事がご欠席されて、高副知事が代理出席をされているご決断をされました。まあ、その知事が欠席されるご理由とですね、あとまあ県民からその副知事の出席に対してもまあどうかという懸念を示す声も上がっていますが、それに対して受け止めをお願いします。むしろ皆さんの報道の中で高副知事の意見を聞かれたと思います。ですから、まあ、あれに尽きるわけですが、基本的には、私も何度か申し上げましたように、この突然4月28日という、日本が敗戦、占領下にあって、独立するというか主権回復するというか国際社会の復帰といいますか、サンフランシスコ講和条約が
スタートアップをした日を60年経って、まあ、思い出すっていうのは別に悪いことでも何でもないんですが、ちょっと尊く感があるとか、またそれは一方で沖縄はその時他の県とは違う扱いになっていたという、まあ、特に沖縄の場合はこの点があるものですから、政府のおっしゃるようなそのまま受け止めるというのにはストンと胸には落ちないというのを私は申し上げてきました。そういうことで、この開校式典で天皇皇后もご出席されるというようなきちっとしたやっぱり式典の形を取ってますから、通常であれば、やっぱり沖縄県も日本の中の一つの県として出席すべきだし、すべきだろうと思いますし、99% の人口を持つ地域がその時、まあ、沖縄は超えていかれたんですが、主権を回復して国際社会に復帰して、日本国になったといいますか、取り戻したということを考えるというのは別に決して変なことでも何でもないと思いますから、できれば沖縄もその時一緒であれば当然沖縄に出席するのは何の問題もないと思うんですが、沖縄だけは取り残されたという点はどうしてもこれやっぱり強く残りますから、会議の式典の趣旨をいろいろ考えてみても、逆に出てはいけないとも僕は思っておりませんが、出るのも少しなんだかストンと胸にこの趣旨が、毎年やってたらまた別なんですよね、よくわからんなというところでいろんな方の意見なども伺いました。そうするとさまざまなもののご意見があるし、皆さんの新聞その他のマスコミの皆さんの報道では抗議集会というようなものも計画されているとか、いろいろことごとさようでいろんなご意見が強弱いろいろありますから、そういう中で、県民の代表として私がそこの場所に行くべきかどうか、ちょっといろいろ考えました。ただしそこに沖縄県が誰もいないというのもですね、どうだろうかという意見も私はたくさん実はいただいております。まあ、あれやこれや議論をし、よく考えた結果、三役の一人が出席、県としてやっぱり出席、するしようではないかということに落ち着いたということでございます。いいですか。共同通信の佐伯と申します。嘉手納以南の返還計画について、先日知事が意見を集約して政府にまた意見を言いに行こうと思うという趣旨のことをおっしゃってたんですけれども、それが、まあ、いつ頃になるのかということと、あと、まあ、嘉手納以北の主に自治体から計画自体 の見直しとか、まあ、異論が結構相次いでいるんですけれども、知事がその政府に対して見直しとかその修正を求めるということはあるんでしょうか。ですね、これは我々も案をいただいて、無論我々なりの感触という印象もありますが、これは置いときまして、今、あれは、教育局は何て言うんですか、文天教27市町村が入っているんでしたかね、を通じてそれぞれの関係する市町村の意見、それから文天教の中にいて関係をしなくても文天教活動をやってきた人々の意見などなども、いただきながら、そしてまた基地が移転する出ていく側の市町村と受け入れ候補になっている市町村などなど、意見がそれぞれ違う意見が終わりだろうと思います。そういうことですから、まず意見は伺おう。そして今おっしゃったように北部側に、移転していくという流れがあるのではないかというご意見もあるらしいんで、こういうこともよく聞いて伺って、そして文天教としての考えをまとめたいと思っております。それをもって政府にはきちっと話をしに行きたいと
思っております。そして修正できるものはきちっとやっぱり修正してもらわない。つまり地元の意見をかなり取り入れないと物事が進まないというのは何も沖縄県だけではなくて、これはどこの県どこの地域も一緒でして、政府間で決めたからこれは当然やるべきだと言われても、地元抜きに決められたものというのはなかなかこれ実行が難しいというのも現実ですから、ただまあ政府間の交渉の中で決められてきたものというのは我々はそれをベースにしながらも可能な限り、地元の意見を集約して、申し上げに行きたいと思っております。むしろそれを可能な限り受け入れてもらった方が、現実にむしろ素早くできるのではないかと考えておりますので、なるべく早くまとめて、意見を言いに行きたいと考えております。いいですか。陸信仰の内丸です、はい、今の関連なんですけれども、はい、知事 の感触なり印象なりはあるというふうにおっしゃったんですが、この間ちょっと記者会見でその後に発表があったもので、改めてこの今回 の例えば普天間の2022年度以降というような表現がされたり、その受理か幅があったりしている部分もあるんですけれども、うん、これはどうしましょうかね。私が言います、今からいろんな直接関係している市町村のご意見もこれから踏まえてまとめたいと思っておりますので、あんまり余計なことになってもとは思ってるんですが、なんて言いますかね、一応返還カテナより南とかカテナ以南という言葉が使われてますが、もう言われて親しいこの大きく分けて6つの地域、施設、これらの返還の一応ですね、時期的な目処が示されているということ、まあ、こういう、こう波マークが後ろにこうついてるんで、一体これどこまでこの波が続くのか別にしまして、時期が、年数が出てるということ、それから一応どうであれ作業のこの手順がですね、書かれているということは、これはこれなりに、今までなかったことですから、それなりに意味はあると私は思っております。ただし実際この厳密にもう少し見ていかないと、この何とかに何年かかる、何とかに何年とか、まあ、いろんなことがこう一つ一つ書かれているわけで、これはちょっと専門家というか、担当のもので、もう少しギリギリ詰めて、チェックしてみないと、私はあらあら申し上げるのかなとか、ただまあそういう数値目標というか、年数目標が出てきている、そのプロセスの一応書かれているというのは、それなりのものではあると思っております。ただし集約してこうバラ何て言うんですかね、細切れ変換的な面というのもある。そしてまた確かにこの県内統合して県内移設ですから、受け入れ側になって、候補になっているところもあるという、こういうことでいろんなやっぱり意見が出てくるのは当然ですから、そこら辺踏まえて、やっぱりまとめた意見にしたいなと考えています。いいですか。はい、共同通信の出口です。先だって日台の漁業交渉が、まとまりましたが、知事は出されたコメントの中で、国は抗議すると、おっしゃっています。どのあたりが、国が大幅に譲歩したというふうに感じておられるのかということを、まずお聞かせください。あと尖閣周辺に、まあ、今週にも領海侵入が中国の船が相次いでいますけれども、自らの県の領域に、中国船がもう常在しているような現状について知事の考えをお聞かせください。まず一つ、今のおっしゃった自らの県という表現だけは取っといていただきたい。領土問題とか地域問題というのは両国間にないしは国際的な問題なのは、これ国の問題ですか、いいですか、県の問題でもあるかというのは、県が、無論県のアドレスではありますが、これを自らの県にという表現だけちょっとおっしゃる意味がわからないので、ちょっとできれば省いていただいた方がいいと思っております。
それで日体のあれは一つはですね、まあ、去年の11月頃から、いろんなお話がもっと前からあったのかもしれませんが、私が漏れ聞いているのはその頃からいろんなサウンドがあったようで、ようですが、その後2、3日前に政府から発表されたあの内容については、文字通り頭ごしっとしか言いようのない、こう決まったから心得よというような趣旨に近いノーティスしか受けておりません。漁業者が怒るのも当然ですし、我々行政を扱う者としても突然の感は否めません。そして、当時の漁業の人々がある程度、感触として、当時言っておられたこのラインというのがあるわけですが、当然これはきちっとしたものにしよう、これはまあ長年の懸案でもありますが、しかしお互いに友好的な地域を長年にもわたって歴史的にも培ってきたこう両地域でその付き合いというのは、いろんな分野でやっぱりなるべくなくそうというのは当然のことで、そういう中で、いろんな衝突といいますか、不具合も出ているのは、安定操業がお互いにできるように落ち着けようという気持ちは一緒ですからね、沖縄と台湾の皆さんも。ですから円満に落ち着くというのが理想です。そういう中で予想以上にというか、こう食い込まれているというのは、特にあれはあの絵も出てました、あの三角でこの台形の右側、これ125度30分からもっとこっち側で北側に三角形のエリアが追加されている。またこの南西側で大きな三角形が追加される。これは予想外も予想外ということで、大きな線同士というのはちょっと寄せたり上げたりという議論は前々から十何年にもわたっている話ですから、出たり消えたりしてたようですが、そういう中で、大きなこの漁場のいい漁場、クロマグロのいい漁場のちょうどその漁場にある部分がですね、大きく追加されているというのがことのほか、予想外であったというあたりではないかと思います。時間がありませんので、あと1問だけお願いします。沖縄タイムズの中田と申します、はい。今の日体漁業協定に、ちょっと、関してなんですけれども、今後、県としてどのような対応を、具体的に取っていくのかということと、今回知事コメントの中で、極めて遺憾と言わざるを得ないと、かなり厳しい口調で、コメントを出されているんですけれども、その、コメントを出したことに対する、知事の思い、考えも、お聞かせください。今の2点目から申し上げると、今もどなたかのご質問に答えた通りで、我々台湾と沖縄の間というのは漁業のみならず、いろんな分野で我々は仲良く交流を続けて、もう長い時期続けてきたと思っております。ですからお互いに友好的な感情と感覚をずっといろんな分野で持ち続けている地域だと思っていますから、こういう漁業についても、円満にいい形で収まる、お互いに助け合える、こういう状況で落ち着くのが理想なわけでして、そういう中で、一方的といいますかね、ここの漁業者、漁業関係者が考えていたことよりかなり大きく食い込まれているという点が、ノーティス相談もなく決まってしまって、こだという示され方というのは、誰でもそれは時間も極めていかんというしか僕はないと思うんですね。ですから今申し上げたのは、まさに長い我々自身がやってきたことを
考えれば我々も円満な解決を望んでいる中でえやっとこう示されるという示し方にはどう考えてもですねこれはいいやり方だと思いません、という気持ちを込めて、まあ、いわば頭越し、まあ、ちょっと言葉が少しピタッとくるかどうか疑問はあるんですがそういう感じが否定できませんこの言葉そのものにですね。そしてもう一つは、この一番目は何でしたっけ、あどういうふうに、具体的な、要請具体的なというかもうすでに今担当の副知事の宝副知事が挨拶を兼ねてちょっと昨日京都東京におりますのでね、関係者と一緒に今回っているはずです。そして私もその結果を踏まえて、また漁業者といいますか漁協の皆さんも近いうちまた抗議を含めていろんな要求というか要請をもう一度おやりになるということですから、そこをも踏まえて一緒にかまたは別に、特に政府に申し入れをしていきたいと思っております。これで定例記者会見を終わります。どうもありがとうございます。